どうも、クラブゼスの満点滝です。本日の企画の前に、毎月恒例のミニコーナーを作っていきたいと思うんですけども、先月度のグループ売上、グループ指名をナンバー発表していきたいと思います。いきなりも発表していきたいと思うんですけども、グループっていうのはうちのクラブゼウス、クラブアテナのその2店舗の中でナンバーがいくつだったのか発表していきます。ででデン、グループ指名ランキングナンバー5でした。ありがとうございます。ちょっと中途半端な数字なんで頑張っていきます。ありがとうございました。次はグループ売上ナンバーを発表していきたいと思います。グループ売上ナンバー3でした。めちゃくちゃナンバー3の壁が高くて、ずっとナンバー4やったんで、ありがたいことに初ナンバー3を取らさせていただきました。ありがとうございます。応援してくれてたお姫様方、本当に本当にありがとうございます。はい、こういう感じで毎月の初めにはミニコーナーということで、売上、指名、どっちも発表していきたいと思うんで、よかったらぜひぜひ毎月の楽しみにしておいてください。はい、本日の企画なんですけども、なんと、まあ、ここに底辺ホストたつきのカバンがあるんですけども、今さっき知らされてないけど、底辺ホストたつきカバンの中身は何が入ってるか、ほんま面白くないぐらい何も入ってないんですけども、カバンのチェックをしていきたいと思います。もうガサーって出した方がいいかな。はい、それでは、まあ、今からカバンの中身チェックしていくんですけども、まずカバンの紹介します。ディオールのバッグということで、これもちょっといただき物なんですけども、すごいよく使わせていただいております。もうめっちゃシンプルな感じのやつです。トートバッグみたいな。で、これから中身を紹介していきたいと思います。で、まず、はい、このマスクです。今はもうコロナなんで絶対マスクはしとこうと思って。はい、2個目はわかるかな、アルコール消毒です。今コロナなんでどこのお店でもちゃんとするようにしてるんですけど、僕手が荒れやすいんで、オリジナルアルコール消毒ということで常に持つようにしてます。で、次3つ目なんですけども、これ爪磨きセットです。だいぶ使い込んでちょっと汚くなっちゃってるんですけども、もうホストは爪からやと思ってるんで、魂は細部に宿るということで毎日爪切ってますし、毎日これで磨いてます。ネイリストのお客さんに、あんた爪磨きすぎて爪薄っぺらいよって言われたんで、心と体が薄っぺらくならないように頑張っていきたいと思います。一応なんか使い方なんですけど、プリプリってやって爪の甘皮とかにやったら爪が保護されるんで、ささくれとかできにくくなるみたいです。これやったらほんまに爪もピカピカですし、輝いて見えますね。まあ、ホストはそういうとこなんで。次これなんですけど、これは爪の粗磨きしてからこれで磨いていきます。もうこれはもう毎日のルーティンみたいな感じです。次、これこの怪しげな袋、これ何が入ってるかと言います。何が入ってるかという、あれ脳の病気なんかなっていうぐらい滑舌が回らないですけど、はい、じゃあ紹介していきます。中身をまず、はい、一品目、ででん、ワセリンです。これは僕よくそのお酒飲んだら目をかく癖があって、そのまぶたがちょっと乾燥するんで、これは唇とまぶたに塗ったりします。次、これはもうちょっとあの恥ずかしいんやけど、もうこれはもう庶民っぽいんですけど、これはもうブレスケアです。まあ、中華料理とかもあんま行きにくいんですけども、食べた後にこれを使ってて、もうあと残り2粒しかないんで、よかったらぜひこの2粒を誰か僕と一緒に食べてください。3つ目、もう3つしか入ってないんですけど、これは目薬です。花粉症がすごくて、そのお店がイベントの時はお花めっちゃ飾るんですけども、お花の花粉でやられちゃうんで、いつもアレルギー用の目薬はしてます。以上でこの怪しげな小包は終わりです。ラストは皆さん気になってると思うんですけども、底辺ホストたつきの財布の中身チェックということで、ほんまにお金と免許証カードだけなんですけども、まあこれはもう原付きの免許証です。お姉ちゃんの B のをブイブイ言わせてました。一応お金はいくらぐらい入ってるかみんな気になると思うんですけど、今日はちょっと入ってる方なんですけども、何も入ってるか気になる人もおると思うんで、6万3000円でした。あとはもう小銭なんですけども、フランス行った時の小銭がお守りとして置いてます。めちゃくちゃしょうもないな、ほんまに早終わってしまった。
はい、本日の動画も見てくださってありがとうございました。底辺ホスト、カバンの中身チェックやったと思うんですけども、一流のホストはカバンの中に何が入ってるかとかも気になりますし、女性から見てモテてる男が持っててほしいアイテムとか、何が入ってたらこの人イケてんなーって思うアイテムがあれば、よかったらぜひコメント欄にご視聴いてほしいです。ちなみにハンカチはいつも忍ばせてるんで、ここにチャンネル登録といいね、よかったらお願いします。あと TikTok とインスタ力入れてるんで、よかったらぜひぜひフォローしてください。それでは皆さんありがとうございます。